フライトジャパンドリームカップ2023関東大会を制覇し、東日本代表決定戦出場、浅井病院さんとマッチアップ。特徴は安定感抜群の草野球トップクラスの3枚看板。その中でこの日先発したのは秋葉直樹投手。球威があり簡単ではないが、その後徳さん際どいボールを見極めバッティングカウント。最後はインスラー見逃し三振。続く2番竹又、ここでキャッチャーの動きに注目。その後フルカウントまで持ってくると、アウトコース、ここはストライク判定、見逃し三振。秋葉投手フルカウントから簡単には塁に出さない。あっぱれ先発は竹虎、この日はカーブを軸に投球を組み立てたとのこと。それに対する浅井病院打線、定説では低めに集めますが、高めのカーブとストレートで勝負していく。打者的には目線が上がる感じになるが、しかしその後ツーシームを捉えられ、ライトへ。この日ライトに入っていた大西、ナイスキャッチ。さらに右中間への打球、これはまあ来発でも取れる。次のボール、竹虎はストレートのサインに首を振り、選んだボールはスライダー。
竹虎的にはバッターがストレート待ちだと思いスラを選択、キャッチャーの石田的にはやっぱりなという感じ。お互いに責任をなすりつけ合っていたように思います。次に生かしてほしい。ここで浅井病院2番手奥崎投手にスイッチ。あっぱれも2番手竹俣にスイッチ。両者譲らぬ投手戦が続く。実は浅井病院さんは過去に同じような接戦を繰り広げておりました。成績はあっぱれが2戦2勝。そして試合終盤、レジェンドが登板。矢島投手45歳、今もなお140キロ近いストレートを投げる鉄腕です。野球歴は城西大、城西、城西国際大、ウェルネススポーツ専門学校、ガチンコ男、ドア砲大リーグ、シダックス、台湾統一ライオンズ、ホランダスパルタ、ウェイニアロス、サムライベアーズ。最後はセンターの守備範囲。結果1対0で浅井病院さんの勝利。接戦をものにする執念、大変勉強になりました。対戦ありがとうございました。東日本大会頑張ってください。ちなみに浅井病院さん、野球人口を増やしたいという思いから少年野球チームを作っていました。浅井キッズユナイテッド、いいですねこういう活動。あっぱれジュニアか。